はい、日比野哲也です。ドリフトドライブやってます。はい、最近はですね A86 ばっかりやってます。正直まあ競技はね、フォーミュラディジャパンやってるんですけど、もう今の生活の中心は A86 です。はい、でこの車もね、トレノからレヴィンに変えちゃいました。はい、で今回ですね、この車をですね、軽量化ということで、リアガラスとリアのサイドガラスを、この前作ったポリカに交換します。はい、それでここ愛知県の、愛知郡東郷町にありますオートステージ三好さんに、はい、来ていますということです。はい、ここの社長はね、バンキャンなんですよ。しかし A86 大好きで、はい、カスタムからチューニングからいろいろやっちゃうっていうね、はい、とっても素晴らしい社長なんで、後で紹介します。はい、はい、三好さんです。こんにちは勝手三好です。三好さんは板金屋さん。そうですね、基本は板金屋さん。板金屋です。で、あとどんな仕事なんですか。ああ、自分が86乗ってるから、はい、86のお客さんが年々増えているぐらいですかね。もう普段はすごいよな。普通の仕事してますよ。本当にですか。乗用車、僕来るとき大体86の人しかいないですけど日曜日だからですよそうなんだ。まあまあたまにね、バーベキュー呼んでくれたりするんで、ね、はい、楽しいんです実は。で今回は軽量化のためにガラスの交換をちょっと頼みに来たんですけど、はい、まあ自分であのポリカーで 3mm で切ってきたんですよ。でこれを外す、あと交換するをお願いしたいんですけど、昔俺ね、やったことがあるんですけども忘れちゃったんで、基本この交換についてちょっと簡単に説明してもらって、はい、でそれを僕も見ながら勉強したいなと思って、はい、いいですか。はい、いいですよ。じゃあとりあえずこのガラスを外すにあたって注意する点を教えてください。はい、ですね、はい、まずこのモールから外していくんですけど、はい、クリップがもうプラスチックで古くて割れるんですよね。うん、だいたいもう割れてる。だいたい割れると思って。なるほど。はい、だからクリップは1台分先に用意しておいた方がいいですね。これって3ドアと2ドアで物は違うんですか。あ、違います。違う。違います。だからもう2ドアは2ドアの車検証を見て。そうですね。はい。了解です。はい。あとはここ後ろは、はい、ゴムをめくり上げて、うん、でもうこのゴムが新品出ないので、はい、うんうん、再使用します。あ、じゃあガラスを外してまたそれ使うと。はい、はい、了解です。あとあのポリカとか、はい、アクリルだと、はい、黒い、うん、これがついてないんで、はいはい、これはあの足付けして先に塗っておきます。うん、なるほど。はい、これが黒い理由っていうのは何かあるんですか。これがないと、うん、中の鉄板が丸見えになる。ああ、そうですね、確かに、うん、なんか穴じゃいけないです、うん、それのじゃあ隠しですね。なるほど。はい、であとそのなんか準備するものっていうのが必要なんですかね、この外すにあたっての。外すには、はい、何がいるんだろう。何で外してます。こういったもの。あ、本当に普通にホームセンターで買えるような、うん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 、これでいけます。はい、これと あとここブチルテープで付いてるので、はい、ブチルテープを、まあ、うちは 3M とか使ってますけど、ブチルテープを用意して、はい、それ例えばその何板金屋さんとか普通の車屋さんじゃない普通の人って、はい、ブチルテープってどこで手に入るんですか。入らないですか。やっぱ通販。通販なら入りますね。じゃあアマゾンとかで買うみたいな。うん、売ってますね。じゃあブチル その種類とかもまた後で教えてもらえれば、はいはい、いいと思います。はい、とりあえず準備はこんな感じです。じゃあ作業に行きます。よし、じゃあサイドガラスから外し方を教えてください。はい、もうすでにパカパカですね。そうですね、パカパカですね。通りちゃう。これは、これも折れてますね。どこ見るか。これ生きてますね。
あー、なるほど。で、ここもないって、ここもないです。これですね。そうです、この爪が、爪が、これはない。はい、はい、これも脂肪、脂肪です。はい、あれ、うちの見たことある。あれ、場所が分かればあれですよね。そうそうそう、だいたいね、ここに2つに、ね、ついてるんで、こっちからいったら、まずこのこっちが硬いんで、うんうん、全部内側に持ち上げて、なるほど、持ち上げて、で入ったら下側パコンって。ああ、なるほど、うん、でどうしても抜けなかったら、うん、ここ引っ張りは抜けます。おお、スライドのね、うん、これいってますね。はい、生きてるところまた使います。あ、今の時点で生きてれば使える。使います、うん、なるほど。で、通路はここにピンが、あー、これね、犬それ。内側が取れたら、うん、もう外。ああ、はいはい。まあ、これで壊れたらもうしょうがないです。割れるときはこういう感じのタイミングで割れるですね。いるのかな。いると思います。はいはい。はい。なるほど。この外し方で割れることもあると。あ、もうプラスチックは老化してる。そうです。まれにね。稀に最初から舐めてるネジがあるんですよ。あ、やっぱり 薄っぺらいんですね、これ。だから最初から電動ドライバーとか使うと、あ、これはちょっともう取れないです。これ大事なポイントですね。いきなり電動でやっちゃうと舐めるよって。使いたくないんで、うん、つけちゃいます。なるほど。
とるんだね、この。で、次に。はい。クリップを。上から下から。クリップを。これはしっかりはまってるんで。はい。でもこれも爪が最初からないね。これもなんか荒くやるとパキッと割れるんですか。本当はこうやって2つ爪ある。うんうんうん。まあ、つきますけどね、全然、うん、でこれは無理に取らなくてもこのまままた再使用で、うん、ここはいける、うん、おっとどうぞ。はい、ここの5つうん、ここの3つと、はい、下3つは種類が違います。間違えそうな種類が違います。上は、はい、まあ、黒、うん、白です。ここはね、あ、水色なんですよ。あ、色が違うんだ、うん、なるほどね。形も違うでしょ。そうなんだ、測り方が違う。ここが水色、上が黒で、下が白か。白。はい。下はね、下はこういう形になってるんで、うん、受けてるんですよね、このガラスを。だからね、うんうん、取りにくいです。おお。取れたな。取れたね。これって逆に受けてるだけだから、うんうん、これ外さずに後で取り付けするなら、うんうんうん、これ取らずにやってもいいですか。やってもいいですよ。ああ、なるほど。無理してやる必要ないです。そうですね。無理してこじるとガラスの方がいっちゃったらね。うん、そうですね。うん、で基本はこれはもうそのブチルテープで止まってるだけなんです。ブチルテープのタイプと、はい、スポンジのタイプがあって、スポンジは外すの簡単ですね。あ、じゃあこれはもう今ブチルってブチルだと思いますよ。へえ。それ2種類っていうのは 何で違うと思う。分かんないです。釣り道具、釣り道具も2種類ある、うんうん、ありますね。へえ。そうなんだ。分かんないですよ、見た目は分かんない、うん、ひょっとしたら関東ボディの車と、はい、田原工場生産との違いかも、はい、なるほど。そこまではね、気にしてないんでね。基本は見た目は分かんない、はい、で、ブチルを切っています。はい、ブチル切る。これはどういう作戦なんですか。カッターナイフ、なるべく新品の刃で、はい、あと CRC みたいなのをベタベタにして切っていきます。これ、内側から行くんですか。行けるとこから行けるとこかな。ラッキー、スポンジです。おお、ラッキー。これは切りやすい。スポンジだった。
OK です。はい、取れました。これはスポンジの両面テープ。スポンジの、そうですね、両面。へえ、本当だ。トヨタ純正でも、はい、部品出ますね。ああ、そうなんですね、うん、で、この合わせのところが、はい、ブチルもそうですけど、うん、水がこうな流れて落ちるように、うん、水が入らない。これが逆だと入っていっちゃう。ああ、なるほど、なるほど。はい。へえ、純正もこれ黒く塗ってあるだけなんですか。そうですね、基本は、うん、うん、まあ特殊な塗り方だと思うんですね。黒じゃないですね、これ、うん、ザラザラだし、まあ、ガラスにペイントしてあるから、うんうん、まあ、普通の塗料だと剥がれちゃう、まあ、基本もこのこれがむき出しになるから隠してるんですね。ここが見えるんです。そうですね、スプレーパーの緑が出てきたと思ったらラブが出てきた。そうなんですよ、赤ワバなんですよ。もともと持ってきますわ。両面テープの方が簡単に。そうだ、簡単に取れる。結構簡単に取れましたね。ペロー、はい、一瞬いらんかったね。いや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 、引っ張ったら取れちゃった。これで、これ一回外しとるかもしれないですね。そうすると可能性ありますね。あの、これだけ外してね、色塗る人もいるから、うん、ああ、そうなんだ、うんうん、なんかあの、ね、要はマスキングしやすいんで、はいはいはい、意外に何も問題なく、問題ないです。さらっと、はい、爪の種類が、水色と黒と白です。ですよ。一瞬でしたね。簡単でしたね、こっち。はい、簡単の時はもう爪が折れてるか。なんか死んでなさそうですね。ラッキー。ラッキー。高いんですよ。1個590円とか約600円するんで。なるほど。1台分買うと出費が結構。使えるだけでも、そうですね、ラッキーですね。うん、グリル板変えちゃいますからね。そうですね、その値段
これ頼むとネジも一緒についてます。あ、ついてきます、はい、このネジも特殊っすよね。特殊なんですよ、ペランペランなんですよ、ね、頭がだからそのドライバーが確実に回していかないと舐めちゃうんですね。舐めちゃいます。左右一緒の色ですか？一緒ですよ。これは黒。はい。やっぱり塗っておいた方が、あ、滑りますね。滑る感じで。ブチルの方がやっぱ手強いんですか？手強いです。後ろです。よいしょ。ゴムではまってるだけなんで、はい、待って、そっかそっか、うん、折り返してある。そうそう、ここにねドライバー突っ込んじゃって、あ、はい、ちょっとあらかじめガラス用に、はい、頭を落としたマイナスドライバー。これやっぱりガラスが合いにくい。いや、このゴムを再使用するんで、はい、とんがってると切れちゃうんで。うわ、
大事ですよね。うん、しかも太いやつ。そうです。でこれを向こう側に押し込んでいきます。引っかかってるものを外に出しますね。これは釣り竿も釣り竿も一緒ですね。一緒ですね。基本はやっぱり上からやるもんね。やりやすい方から、下ドライバー入れれないんでね。なるほど。もう動いちゃってますね。もうね、こんだけ取れるとね、楽です。なんか取りにくいパターンのものもあるんですか。大体あの、まあ、こんな感じなのか。コーキングしてあるやつですね。コーキング雨漏りで、雨漏り対策で。あー、もうボディガーの問題で。そう雨漏り対策で一回外してコーキングしてつけちゃってあるやつは、こうやって浮くんですけど、うん、全部やっても取れない。さっきみたいに反対入れないと。そう、あとこのゴムの再使用も、そのコーキングがひっついちゃってて使いたくないやつですね。使いたくないですね。なるほど。意外に解体出す前にこういうのを取っておくのもポイントかもしれないですね。そうですね。使えるものは、もう純正がないみたいだよね。もう取れないんですよ、ね。でもなんか社外品が存在するみたいですね。このウェザーストリップの。ああ、そうなんですか。まあ、海外で作ってそうですけどね。国によって。ガラスは何ミリだと思う？4ミリ、4ミリでしょうね。これ薄くする人いるんですか？3ミリとか2ミリとか。はいはい。別に同じもので対策なしでいけるんですか？対策なしとは？このまま、ね、例えば2ミリだとしても、はいはい、ガバガバにはならないですよ。あ、ならない？はい。レースとかだとレギュレーションが4ミリ、はいはい、4ミリとか、
薄くできないですね。うん、あるけど、まあ測られないですね。うん、僕のは3ミリにしちゃうかな。うん、別に特に別にそのまま気にせず。気にせず。そうっすね。そう、あと角がね、角までが通り越せば。なるほど。まあまあこんな感じで上に押さえながら。うん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 。もう指が痛くなるんで。一日一回です。一日一回。一日一回です。パワーの限界が。一日一回です。あ、もうこんだけ浮いてるっすね。なんかこっちブチェルついてますね、ちょっとだけ。あ、そのね、カドッコにね、カドッコはもと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 なんか純正でついてるんですよね。下もそうなんだ。もうこれ上に持ち上げれば取れてきた。うま、取れました。はい、なくなりました。あ、金太郎も花ばかり。